コロロからコーラ味とソーダ味出た。食感もすごい。ごめんなさいね、この人コロロ、まあ、コロロ好きなんですよ。この人コロロばっかり言ってるの毎日、言えコロロ好きですって。グレープも新しくなった新コロロ。コロロからコーラ味とソーダ味出た。食感もすごい。コーラとソーダ、え、岩田味はないの？カーラカーラコーラソーダ、壊れそうだこの思い。グレープも新しくなった新コロロ。コロロからコーラ味とソーダ味出た。食感もすごい。へえ、あなたコロロっていうのね。ありがとうコロロ。コロロ様のお通り。コロロ、新しくなったコロロ、コーラ&ソーダ。まあ、岩田さんは本当に商品の説明を書くってしてて、その周りでゆりやんさんがこう、まあ、自由に楽しんでるというか、ちょっとなかなか止めないかもしれないですけど、あ、いつまでもいつまでもやります。楽しみです。僕も楽しみです。じゃあ岩田さん入られます。お願いします。よろしくお願いします。岩田さんがこう説明してるけど、もうそれを聞いてないかのようにこう言ってる。あ、ソーダ味、ソーダ味出た。あ、そっちのカメラですか。はい、わかりました。岩田さん、もし見るときは。はい、わかりました。はい、では本番いきます。はい、回してきます。はい、A 回りました。 B 回りました。 C 回りました。はい、よー。コロロからコーラ味とソーダ味。はい、カット。はい、カット。ちょっとユリアンさん近づきすぎかも。すいません。最後そんな位置で。あ、申し訳ありません。いろいろやってください。コロロからコーラ味とソーダ味出た。出るとは。まさか。はい、カット。はい、カット。カット。出ると真ん中で短めのやつも。すいません。今ワオキすいません。ワオキがやばい。ビニダウン。そして笑わない。食感もすごい。食感がすごい。ほんまか？ほんまやろな。ほんまかこれ。めちゃくちゃ長くないですか？全然カットかかんない。いや俺もう笑ってますけど大丈夫ですか？めちゃくちゃ面白いです。岩田さんがおもろすぎる。いや、何も言ってない。コーラとソーダ。え、岩田味はないの？コーラ、ソーダ。コーラ、ソーダ。コーラロ。コーラロ。コーラロ。助けてください、コーラロさん。あ、そっか、コーラロ温度だ。助けて、コーラロ温度。あんたコロロっていうのね。コロロ様。
何があったんですか？何があったんですか？ガッガッカララガッガッカララ。あんたの応援も必要だよ。月曜夜9時、コーラとソーダ、見てください。いやありがとうございます。あ、ぶつかったりした。いや。すごかったわ。せーの。咀嚼音聞こえちゃいますね。岩田さん食べるのめちゃうまいです。本当ですか？テレビ CM の撮影すべて終了になります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、この CM は最初企画書を見させていただいた時から本当にこう楽しみで仕方なくてですね、撮影は本当にあっという間に進んで、なんか一瞬で終わっちゃったなっていう、逆にもうちょっと見ていたかったなっていうぐらいな気持ちもあるんですけど、こういう形でユリアンさんとご一緒させていただくのも初めてでしたので、まあ今回に関してはもう僕は笑ってはいけないチャレンジというかねひたすら僕はもう真顔でカメラを見続けるっていう感じではあったんですけども、本当に引き出しの多さだったりとか、もう終始こらえるのが大変で、ある意味拷問のような時間でしたけども最高でした私もずっと最初に岩田さんと出させていただけるってお聞きした時から楽しみで、どういう内容かっていうのを改めて今日監督さん方とお話しした時にもう楽しみすぎて岩田さんがとにかくずっと前向いてるんで、あとは自由にしてくださいって言ってもらって、それで岩田さん何言っても全く動かなくてそれがもう楽しくてなんかゾクゾクさせてもらいましたあとその画面でその途中の撮影中のものを見せていただいたらなんか、面白すぎて、一見私がなんか変なことしてるように見えるんですけど、もう岩田さんの方が面白すぎていやいやいや、それは全くないですけどなんかめっちゃ綺麗な顔してずっと立ってはるのが面白く見えてきました肩がこうわなわな動き出したりとか、わなびもうね、最高でしたね。岩田さんあと食べるのめっちゃうまいですよね。本当ですか？食べるのめっちゃ早い。早い。食べるだけですごいなって画面見て思ってました。食べるだけなのにあんな綺麗に食べる。でも一番最後に撮ったカットは本当面白かったです。今日のずっとやってきたことが前振りになってて、そうですね、二人で真剣に食べるっていう。まあもうコーラとソーダなんて言ったらもう絶対グミ界ではもうね、二大巨頭じゃないですけど、めちゃくちゃ人気な味なわけじゃないですか。それがこの食感がコロロで、まあ新しいフレーバーという形で出るっていうので、まあ買いますね、自分もコンビニでついつい。はい、美味しかったですよ本当に。衝撃を受けました。まあなんかちょっと今までブドウとかだったらそのブドウっぽいなんか雰囲気あるじゃないですか、丸いし、でも噛んだ時の感じとか、まあこれは食べていただいた人にしかちょっと説明できないですね、最近ですね、僕テレビゲームとか普段やるんですけど、自宅でテレビゲームの中で最近カラオケのアプリケーション入ってるってこと最近知りまして、でそのテレビゲームに直接こうコードをつないげるマイクを購入したんですよ最近。だから家で、まあもちろん大きい音は出せないんですけど、
カラオケができるんですよ。最近よく歌ってますよ。何を歌うんですか？あのトップチャートをとにかくこう履歴から探してきて、もうところ構わず片っ端から歌ってっていう感じですかね。J-POP ですね。J-POP ですね。まさに今始まったことがあるんですよね。めちゃくちゃ怖いじゃないですか、この距離感は。これがあるからいいものの、はい、そうですね、あの岩田さんを見ることですかね。すごいですね、この一枚が守ってくれる。安心感。なかったら怖いですからね。岩田さんのことを調べることですかね。あ、CM 撮影続いてますね。まだ続いてるのか。まだリアクションしちゃいけないやつになっちゃった。確かに、なんかこれの癖ついて、もし次どっかでお会いした時も岩田さん何も反応してくれないんじゃないか。まあとにかく、まあ、なんていうんですか、初めてこうやって絡む自分たちの掛け合いといいますか、まあ正直あの今撮影終えてみて本当にたくさんのことやられてますので、どこが果たしてあの本編で使われてるのかっていうのはまだ自分も分かってないので、逆にこう仕上がりが楽しみだなという部分も含めて、あの商品とともに楽しんでいただきたいなと思ってます。はい、あの私も自分で何をしたかを全て覚えていないんです。なのでそれも楽しみなんですけど、皆さんに注目していただきたいところは岩田さんです。岩田さんが、あの岩田さんの、あの綺麗な顔、あのどのような心境で今この顔をしているのかとか。前見る癖ついてる。前見る癖今。CM の、ね、流れで。ぜひご覧ください。岩田貴則です。この度ですね、自分が出演しているコロロの新 CM がスタートいたします。この度、新フレーバーとして、コーラ味とソーダ味の、新しいフレーバーが、加わりまして、なんと新 CM にはですね、ゲストとしてユリアン・レトリバーさんに出演していただくことになりました。これまでとまた違った新 CM になっています。ぜひご覧ください。